おしのいでーす。ハロー、どうもこんばんにちは、おこぱんにちは、プチプチです。あ、どうもこぱんにちは、ひなこです。どうもみんなのアイドルサンドでーす。どうもしゅんです。どうもアイケンでーす。宇宙人が本当にいると思う人はチャンネル登録高評価。おい、なんでだよバカ、落とすなってチャンネル登録の方法はここ押して、ここ押して、ここ押してください。今日はね、みんな君たち宇宙をさまようクルーだ。じゃあ始めよっか。もう何か言わせる。今日はね、みんなと一緒に宇宙人狼やっていきたいと思います。みんなはね、地球に帰る途中に宇宙人に襲われて宇宙船が壊れて、その宇宙船を直さないといけないクルーです。はい。おい、バカか、お前先に説明させろや。もうね、ありがとうございました。だって誰もご視聴ありがとうございましただよ。ふざけんなお前。タンタランタン、終わんねえ、終わんねえよ。お前じゃねえか、お前。で、まぁ、こんな感じで、まぁ、人狼が全員殺したら終わりなんで、みんな頑張って、宇宙船を直していきましょう。はーい。はい。じゃあ、行っていくよ。これ、真面目にやろうね、みんな、真面目にね。オッケー。じゃあまず宇宙船を直そう。宇宙船みんな直しましょう。はい、どうやって直すの？ね、これね、なんかいろんなね、場所にね、タスクっていう場所がね、あるから、例えば今、エレクトリカルって出てるから、このエレクトリカルパレードのね、ところに向かいます。はい。おい、何死んでんだよ、おい、ふざけんなよ。誰だよ、お前、説明させろや。ちょっと今の死んだのは鹿として、ここで作業がね、これエレクトリカルパレードでできるんだけど、愛犬さんはなかったことにされてんの今。愛犬さんはなかったことになってる。あ、できた。で、こんな感じでタスクお仕事を開いて、で、これクリアしていって、まあ、宇宙船を一つずつ、まあ、直していくっていう感じで、じゃあ、あとみんな通常通り運行していいですよ。うんこじゃねえよ。よし、みんなお仕事して、お仕事して。やばいよ、宇宙人いるからね、みんな気をつけて。まあでも宇宙人側からしたら俺らも宇宙人だけどね。私もそう思う。え、なにこれ、やばい、めっちゃ難しい。噛みずれえよお前、ボケすんなよ、ね、お前ら。かつくな。どうしよう。はい、いいよ。じゃあ死ん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 でさ、ギャーってちゃんと叫んでる。俺犯人だ。あ、怖い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 。叫んだ今、叫んだ。今からさ、ウェイポン行くからちょっとついてきてくんない？あ、いいよいいよいいよ。ウェイポン行こう、ウェイポン行こう。ウェイポンってどこ？あ、右だ、カフェテリアのこっち側だ。え、待って待って、え、待って、え、シュン死んでない？ええ、じゃあ、あいつなんかチャットでギャーって言って死んでる。なんだあいつ、なんだあいつ、なんで黙ってんだよ。特殊なボケすんなお前。じゃあ、待って、サンド、サンドずっと一人やったからさ、一回。え、待って、でも、ひなこも作業してて、作業、いや、一緒やった、一緒やった。いや、一緒やった、一緒やった。え、じゃあ、ほんとに、じゃあ、待って、まず死体どこにある？あ、あった。で、どこ、私、この場に及んでも作業してたの。アッパーエンジン、アッパーエンジン。アッパーエンジンってどこ？じゃあ、でも、だってストレージであったよ、しんどんさんたちと。じゃあ、私。じゃあ、サンドじゃん。え、サンド。え、え？あ、じゃあ、もう。大丈夫です、じゃあ僕のこと殺してもらって。タンドゴー。あ、でも、え、待って待って、やばい、シンドさん、やばい、これはやばい。待って、え、俺じゃない、え、俺、ほんと、俺じゃない、ほんと、俺じゃない、え、待って、シンドさん、やばい、やばい、違う、俺じゃない、プチ騙されるな、プチ騙されるなって。俺とお前は一緒にいた。じゃあ、ひなこ聞いて、ひなこ聞いて、そういえば、こうやって、あれ、リアクターで俺、しんどいさんと会ったの？お前、バカ違うって、お前一緒にいたやつ。一番最初、リアクターで会って、で、アッパエンジン死んだって言ってたから、ワンチャンしんどいさん殺して、俺と合流したのかも。で、俺ずっと、あれかも、しんどいさんと一緒にいたから。殺せるね、待って。お前が違えよ、お前、ほら考えしてんじゃねえよ。しんどいさんの主張聞く何？いや、俺はプッチーと一緒にいたよ、ずっと。え、わかる、どっち？え、ひなこ。あ、わかった、オッケー、オッケー、今のしんどいさんだわ。なんでだよ。そうだよ、やっぱそうだよね。俺、ちょっと待って、しんどいさんに入れるの。え、違う、それか、プッチーか。新道寺の詐欺師って書いてある。はーい、了解でーす。おい、バカか、俺じゃねえよ。こいつらマジで最悪なんだけど。くそ、ひなこ、ひなこ許さん。おい、え、いねー。わー、こいつだったんか。えー、だるー。もう一度行こう。なんかあったらもう次はプチプチ。じゃあみんなお仕事しよう、お仕事しよう。はーい。仕事しようぜ。アイケンさんがいる。
シャープ一を追いかけ続ける。俺殺されるからお仕事すんのやめた。あいつサボってるから殺そうぜ。サボってるからいらないんじゃない。そう、サボってるからさ。わかった、ちゃんと今ストレージに言うから作業やるから、ほらちゃんと趣味見てるよ。ちゃんと見ててね。ちゃんと見とけよ、見とけよ。全然仕事しない、安心の次は。おい誰だよ、誰だよ。あ、仕事か、仕事だ。なんのエマージェンシーこれ。え、わかんない。誰が押した？誰が押してない。多分サンドでしょ、押したの。サンドじゃない、もうサンドだろ、もう絶対。あ、じゃあサンド入れよう、サンド。サンド入れよう、サンド入れよう、サンド。待ってよ、待ってよ。またこれ自分自宅だよ、シンドジさんのお仕事邪魔して。そうだよ、しかも今の俺の見どころだったのに、ちゃんと仕事やってんのに。よし、お仕事頑張ろう。仕事頑張る。コビーだ。じゃあ俺、シンさんの。あ、待って。いや、ウェポン、あ、ここだ、ここ。今日、ほら、ちゃんとやるよ。え、はい、はい。誰も入ってない。で、あー、プッチが死んだ。プッチが死んだぞ、みんな。おい、もう分かったよ、分かったよ。おい、誰だよ、誰だよ、誰が殺したんだよ。おい、誰が殺したら。おい。愛犬だ、愛犬だ。ひなこちゃんなわけない、ひなこちゃんなわけないだろ。俺は、あえてしんどじさん。だよね、あれこれしんどじさんかな、ちょっと俺も。なんでなんでなんで、お前なんか裏切んな、俺。おい、クソな、クソな、クソな。私は愛犬に入れてるよ。あ割れたね、割れちゃったな。しんどじさん、誰を殺してほしい。愛犬じゃね、おかしくないそれ。愛犬じゃない、愛犬じゃない。愛犬、愛犬、愛犬、愛犬。シュウくんやばい、俺ひなこちゃんのことクソ女って言ったから次俺殺される。いや、マジやばい、俺次殺される。やばいやばい、助けてー。はい、殺したよ、満足。ナイス。やばいやばい、次俺や、次俺や、シュウくん。やばいやばい、生き止まりだ。あー、来た。なんで来れる、なんで来れるんだよ。あ、でもごめん、ひなこちゃん、さっきごめん、あのクソ女って言ったのはあのシュウくんだから、俺じゃないから。クソ女って言った、シュウさん。俺じゃないから、俺じゃないから。そうだ、クソ女、バイバイ。あー、出たよ。よし、みんなちょっとこれちょっとね、いい感じの試合にしようよ、ちょっとこれ。ちなみに私はいい人だから。あー、オッケーオッケー、みんないい人ね。いまだに一回も人狼やってないから。あー、それがかわいいっすよ。それすごっ。あ、プッチ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 、プこいつはお前で、ちょ、マジマジ、こいつはお前で、はいはい、別々が、一人ずつ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 、あの、作業中の、アイケンさんのお尻を、パスって、やりました。違う、まあ、わかんないけど、しんどじさんなんじゃないかな。なんで俺なんだよ、お前らバカか、ふざけんなよ。ええこと言ってる、サンドな気もする。あ、確かに、なすりつけてるよね、サンド俺にね。わからん、サンドじゃん、サンドじゃん。一番怪しい、一番怪しい、サンド一番怪しい。サンド死んだ。一番意味わかんねえ、何だかね。一緒にいるよ、私が死んだらプッチってことだよね。あ、じゃあそれでいい、それでいい、それでいい。じゃあ俺、シンさんといるね。じゃあ二人でよ、行こう行こう行こう。え、じゃあ俺が死んだ日だからね、言っとくけど。うん、わかった。え、オッケー、これチリアかな。はい、オッケーオッケー。あー、おい、やばいぞ、やばいぞ、シュウ君、これ急げ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 。おい、あれ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 、お前なんでいるのそこに。え、ちょいちょいちょい、え、なにあれ、いや、叫び声、今。え、なんで俺ここにいんの。あれっちゅう、あれ。え、じゃあ今俺殺されたんだけど、なんで。あれ、抜けよ、バイバイ。なんで、そのプッチの叫び声だったよね、今。ちゅうくん、だよね。いや、待って、まさか変装してんじゃない、ひなこさん。あ、そういうこと、そういうこと、そういうこと。じゃあ、とりあえずちょっとプッチよ、プッチ。これプッチでしょ、これ確実に。これシンドジだと思うな、俺。いや、俺じゃない、俺じゃない、俺じゃない。なんで俺なんだよ。シュウ君、シンドジだと思うの。シュウ君、バカバカ騙されんなって。違うって、俺じゃない、俺じゃない。これ、こいつ多分ひなこだよ、こいつ。俺ひなこ、俺ひなこだった。
バカじゃん、お前らバカじゃん。じゃあしんさん、え、うん、ひなこさんだ、ひなこさんに化けたしんさんか。うん、じゃあ俺しんさんに入れるわ。お前ら頭おさる、おいバカお前ら。え、じゃああれプッチの声だったの？それ俺の声だった。わかんなかった。じゃあプッチ追放するかこれ。うん、プッチ追放しようこれ。さよなら。